アンティル。はい、皆様こんにちは。今回はですね、プレイステーション4で発売になりまして、9月の7日の東海 TV の方でね、私ガッチマンがですね、まあ、一部のシーンをご紹介させていただきましたアンティルドーン惨劇の山荘をやっていきたいと思います。まあ、生放送の方では一部ね、序盤の話とかをカットしていたので、せっかくならですね、この作品すごくいいものですので皆さんに見ていただいて、そして、興味を持っていただきたいと思いまして、改めて最初からちょっとやっていきたいと思います。それでは新しいストーリーやっていきましょう。さて、このアンティルドーンなんですけども、まあ8人の男女がですね、ある、まあ、雪山山荘で、まあ、大変な目に遭ってしまうというお話なんですが、今出ていたように、まあ、バタフライエフェクト、まあ、些細な選択肢によって大きくね、まあ、運命が変わっていってしまうというか、なので、選択肢次第で、この男女8人がどうなってしまうか決まってしまうゲームです。まあプレイヤー同士がですね、よく喋るゲームでございますので、私の実況もやや控えめでいきたいと思います。ね、ちょっと怖いかもしれないんですが、そこはね、まあ、こういうゲームですから、ぜひですね、皆さん勇気を振り絞って見ていただきたいと思います。自業自得だって。マイクのこと好きになっちゃったってだけでしょ。でもマイクにちょっかいかけてんじゃん。これはエミリーのためなの。マイクが学級委員長だからってみんなでシェアできると思ったら大間違い。彼は私のもの。おいエミリー、俺は誰のものでもない。もうそんなこと言っちゃって。今の見た？パパは誰もいないって言ってたけど。ジュジュ？はい、それではアンティルドーンやっていきたいと思います。ねえ、ムービーが綺麗、そしてドラマチックだったんで、私の存在を忘れていたでしょ。いますよ、私ここに。さあ、ではやっていきたいわけなんですけども、まあ、こういう風にアナログスティックで普通に自由に歩き回ることができます。まあ、机に突っ伏してる男が2人、まあ、この辺の紹介は後にしましょう。自由に歩き回って、まあ、チュートリアル出ましたが、光ってるものがのオブジェクト、これを調べることができると。まあ、これ基本操作なんですが、まあ、R2 をグッと押すと物をつかむ、そしてアナログスティックで見ることができる。強いお酒ですね。もうジョッシュ、また飲みすぎて潰れちゃったってわけ？はい、こういう風にね、感覚的な操作で遊ぶゲームです。まあ後々わかりますが、このジョシュは
このベスという女の子のお兄ちゃんですね。で、向かいで寝てるのがクリスなんですけども、まあ、クリスは後ほど説明しましょう。また他にも何かをしています。このまあ手を伸ばす、でこれをめくる、まあ、逆に置くこともできますが、自分で掴んで自分でこう物を見るというこの動作なんですが、今は別に大したことはないんですが、後にこれが恐怖に変わるかもしれないです。見たくないものがあるかもしれないと。さて、何かのメモですね。まあ、ハンナへ。そのシャツ最高に似合ってるよ。でもシャツを脱いだ君はもっとセクシーなはず。2時にゲストルームで待ってるよ、マイクと。はい。マイクというのは先ほどですね、僕は誰のものでもないよと言ってた、あのイケメンですね。もう、ハンナったら、今度は何に巻き込まれたっていうわけ？メモを見たの。来てくれたんだね。とりあえず始めてみようぜ。それでどうなるか様子を見るんだ。いいじゃん、クリエイティブだな。見てあれ、シャツ脱ぎ始めた。どういうこと？マット、ここで何してるの？ああ、ハンナ。ごめん、ハンナ。やめて。俺もついて。これはバカないたずらなの。その。あんたたち本当に最低。ハンナ。はい。外にですね、今みんなに騙されて恥をかいてしまったハンナちゃんがあの格好のまま外に出てしまいました。で、ここで選択肢です。まあ、みんなを探すか、兄であるジョシュを起こすかという選択肢ですね。これも自分で選びます。どっちにしようかなと。この選択肢でまたいろいろね、物語が変わってくるかもしれないんですが、とりあえずじゃあ、お兄ちゃんを起こしましょう。ジョシュ、ジョシュ。ちなみにベスとハンナも姉妹です。外に誰かいる。というか双子ですね。ハンナ、どうしたの？ハンナはどこに？なんでもない、真面目なんだから。ふざけただけよ、ハンナ。何したのよ？ちょっとからかっただけさ、ジョークだよ。最低。ハンナ、ハンナ。で、追っかけた方がいい？今一番会いたくない相手が追いかけてどうするのよ。はい、ということで悪ふざけが過ぎちゃったんですね。あ、もう。これ選択肢、これあのボタンをですね、時間内に押さないと、今成功しましたけど転んでしまったりします。まあ、そういった操作ですね。あとはこういう選択肢ですね。近道行くか安全な道か。まあ、急いでるんで今回は近道を行きましょう。あ、失敗してもよかったかな。まあ、あんな格好のままのですね、ハンナちゃん危険です、とても。右側から今音がしました。音を確かめるのか、それともこの足跡ですね、どっちか、これも選べます。まあ、今回はまあ足跡にしましょう。ハンナはこっちに違いないと。鹿でした。嘘、もう何？ちょっとハンナ、どこ行ったの？さあ、またここでですね、とても暗いのでスマホをパッと開いてライトをつけます。ハンナ。で、このアナログスティックで普通にこういう風に、光を当てる先を変えられますね。非常にこの辺はリアルです。もう携帯の明かりを頼りに出て行ってしまったハンナちゃんを追っかけます。
とても危険ですね、吹雪いてますから。鹿ですね、ここは鹿としましょう。プップップップ、今日の私はギャグは冴えてます。どこ？おい、何か落ちてます。何でしょう、何かが落ちてるんで、これも拾い上げます。そしてこれを見ると、何かが見えましたか？トーテムの予言ですね。それは黒、死を意味する。まあ、とりあえずですね、見てみると、見えませんね、まだ全然。要はこの今出てきたものはトーテムなんですけど、このトーテムポール、いろんな種類がございます。そしてこれによって未来を予言するものですね。で、今回拾ったものは死を予言するトーテムです。もしかしたら今の映像、現実に起こりうるかもしれないです。早速不吉なものを見てしまいましたけど、こんな雪山でヨガファイヤー、とても不自然ですね。ハンナ、ハンナ、ダル、ハンナ、そんな格好で寒くないの？ほらコート着て。私って本当にバカ、大バカだ。ハンナ、さあここで選択肢ができます。ハンナを離すか手を離す、時間がありません。ではハンナちゃん、バイバイ。始める前に君がちゃんと理解しているかどうか確かめたいことがあるんだ。去年起きたことは変えられない、過去は塗り替えられないんだよ。君はこの事実を受け入れなければならない。だが君は自由になれる。君の行動とこれからの決断が未来への扉を開くんだ。ゲームを実行するにあたってそのことを忘れないでいてほしい。君の選択が君と君の周りの運命を左右するんだよ。で、このゲームを実行することにしたんだね。大きな進歩だよ。私もぜひ成功させたい。時には不安な気持ちになることもあるだろうが、大丈夫。どんなにひどいことが起ころうと私に任せてもらえればきっと切り抜けることができるはずだ。ん？
よし、まずは簡単なテストから始めよう。カードを手に取って、裏側にある絵をよく見て何を感じるか教えてほしい。あ、それといいかね、結果を有意義なものにするためにも正直に答えるんだよ。さて、それでは早速なんですが、カードを取りましょう。そしてこれをめくると、何でしょう、トウモロコシの畑か何かにカカシが立っていて、向こうに家というか小屋がありますね。左下に何でしょう、黒い目がついたもの、猫、雲、ちょっと分かりませんが何かがあります。で、さっきの絵を見てどう感じたかね、正直に答えて。とりあえずですね、不安を感じときましょう。よろしい、正直でいいんだ。それで君は何に不安を感じたのかね。やっぱりそのカラープリンターは今いくらで印刷できるのかなという、非常に気になる材質的なものですね、財政的なものでもあります。それが見えないものなら君は何を不安に感じるのかね。家に何かいるのかな。家の中に何かいる、いいですね。家の何かに何かがいる。その家にいる何かは生きているのか。まあでは分からないにしましょう。だが君の恐怖の原因はまだ分からない。どうやら時間切れだが、じっくりと考えてほしい。その家の中の何が君を不安にさせているのかを、それを次回一緒に解き明かそう。さて、パート1の最後になりましたが、皆さんにお知らせがございます。このアンティルドーン、選択肢がたくさんありますが、私は基本的にネガティブな方の選択肢を選んでいくつもりです。それでは何人生き残れるか非常に楽しみですね。次回パート2でお会いしましょう。で起きた痛ましい事件から今日でちょうど1年が経ちました。アニー・クライン保安官にお越しいただいています。よろしくお願いします。行方不明とされているハンナとベス・ワシントンについて何か進展はありましたか。2人は1年前の猛吹雪の夜、ロッジを飛び出したまま行方が分からなくなっています。犯罪に否定はできません。容疑者としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかめていません。彼とワシントン家は因縁が深いよ。先祖の聖地であるブラックウッドで進められるロッジの建設計画に反対していました。山にある療養所の廃墟についてはどうですか。そこに潜んでいるのでは。部下が敷地内を捜索しました。姉妹があそこまでたどり着けたとは。あの山では悲しい事件が起こりすぎている。想像以上にね。今日はありがとうございます。
ハンナとベス・ワシントンの立ちましたが、ご家族のロバート、メリンダ、そしてジョッシュと共にいち早い解決を願っています。いやいや、みんな元気か？ダメだ、やり直した。よし、やろう。いや、みんな元気かい？みんなでまた集まることができてマジで嬉しいよ。まず最初にみんなに言いたいのは、冬のバカンスインブラックウッドを今年も開くことができて俺の興奮度はマックスだってこと。で、きっとみんなも気になってるだろうから、あえてこのことは先に言っとくけど、その俺のことを心配しているんだろうし、それに去年のことであそこに戻るのをためらう気持ちも十分分かってるさ。でも分かってほしいんだ。そのつまりあそこに行くことが大事ってことをね。それにハンナもベスも俺たちがまだ仲間でいて二人のことを忘れていないのを喜ぶと思うし、俺はみんなとただ楽しい休暇を過ごしたいと思っているし、それに一生忘れない思い出を分かち合いたいんだ。その妹たちのためにも。それにほら、 OK、 じゃあみんなで思う存分ハメ外して、それで一生忘れられない旅にしちゃおうぜ。いいな。よし。